川孝神社、川孝神社、川和神社は、神奈川県中郡二宮町三世に鎮座する神社が。演技式神明町に商者と記載された、相模国の演技式内社十三社のうちの一社で、同国二宮ともされる。二宮町の名は二宮である当社にちなみ、古くより二宮大名人、二宮名人社とも称される。当社は、 旧相模国の伝統的な祭事である国夫祭、河野町で知られ、祭りの中心的な儀式、座門堂は、相模と磯町、品が市町とも表記するを合わせて、相模国となった時に、寒川神社と当社のいずれを相模国一宮とするかで争った古事によるものとされる。川港神社市によれば、現在の祭神は以下の五柱となっている。 日本の神々神社と聖地から十一関東によれば、天保十二年、1841年成立の、新編相模国風土気公館の四十では祭神を、外利姫命、大物姫命、九長津彦命の見柱としているが、安永五年、1776年に、宮司二見氏が所写した、五祭礼の式伝来写しの記述から、江戸時代中期には、 八幡神を祀ったことが確認できるという。これに関し、日本の神々神社と聖地から十一関東では、八幡神を祀ったのは、鎌倉幕府や関東官令などが信奉した、鶴岡八幡宮の影響ではないかと考察している。また、祭人のうち九丁津彦命と九丁津姫命は、本来風人であるが、磯彫刻の支那に通じるため追加された可能性を指摘している。 寛永19年1642年9月に書かれた二宮川高神社演技書によれば、水人天皇およに、与や、足柄両軍の東西海岸が磯彫刻であった頃、磯長国々祭である綾羽作り、綾和の宮津子が直命をじて、東国鎮護のために創建したのだという。式内社調査報告第十一巻も、この辺りが磯彫国の中心地で、 当社は、磯町国造、品川の国の宮津子に、由縁のある神社であったと述べている。新編相模国空土機交館の40によれば、川港の地名は、王湖にこの地で押切川が極流していたことに、由来すると言われ、川港神社の名も地名に由来するのだという。さらに、二宮川港神社縁起書によれば、磯町国造の大足神命、相模国造の保積忍さん、つく 穂ず押山のすくね、おとた姫命の父と言われるによって、神宝の奉納があり、日本穂高かが当世の折に参拝し、陰陽天皇の日である、外折姫命が御子誕生安院のために、法平祈願したというが、日本の神々神社と聖地から十一関東では、いずれも伝承に過ぎないと述べている。延長五年、二十七年に、演技式神明帳により意識内者、 勝者へ、列格された。前九年の役と、あと三年の役の折には、源義家の宝兵祈願があったとされる。東鏡研究三年、百九十二年八月九日の、上に、源頼朝が、北条政子の安産を、二宮川にお偉大明神に祈願し、神名が奉納したとある。また、源頼朝は、同じ研究年間に、 社殿造営と若干の車両寄進を行った。当社は、二宮大明神、二宮明神社と称されたが、中世諸国一宮製の基礎的研究では、この、あずまが当社を二宮とした、最初の文献としている。しかし、一宮ノートノートその17が指摘するように、ザモンの起源が愛ぶと、磯町の合併による、 一宮争いであるとする国府妻伝承に従うなら、通説よりも早く、七世紀には、相模国に、一宮、二宮の制度があったことになる。家庭四年、1238年の安価門院長下田氏みに、二宮側においそうの記述が見え、当社所在地が荘園であったことがわかる。中世諸国一宮制の基礎的研究では、昭和二年、 1258年の安家門院長下し文谷昭安三年、1301年の亀山法王院前、京都東山五分庫記録の記述などから、ここが鎌倉とゆかりの深い大家領荘園である。一方で、関東五領であったとも見ることができると述べている。県庁四年、1252年に、 宗方新王が鎌倉に下校された際は、将軍ことはじめの義として当社に、法兵新名を奉納したと言われ、東鏡県庁4年4月14日の上には、鶴岡八幡宮以下の大社に新名を奉納したとのことがある。川口神社氏によれば、大英年間1394年から1427年の陛下により、社殿宝物など消失し、 神奈川の木造だけが残されたのだという。新編相模国フェド機構では、この火災で古伝縁起を失ったと述べている。A64 年、1561年、上杉謙信の小田原城遠生の陛下により、社殿が消失したが、その後の元気年間、1570年から1573年に、御法上氏によって再建されている。川氏によれば、当社は、 小田わら城の牛虎の方角にあたり、鬼門守護神として、御宝上氏から格別の数形を受けたのだという、中世諸国一宮製の基礎的研究によれば、戦国期の二宮には、神官と見られる、二見民部進むが、下佐国籍宿まで、御宝上氏に従って出陣していることが知られており、また、天文十三年、1544年12月23日の、 六所神社の愚装、新館宛の、北条家主院城に、二宮明神丹後祭が見えるなど、五北条氏と当社は密接な関係にあったという。天正十九年、1591年、徳川家康が、朝鮮出兵のため九州名古屋に出陣する際、当社に祈祷札を献上し、五主院地五十国を寄進した。以後、徳川家の数計を受け、 江戸時代に入ると、毎年正月に江戸城へ登場して、診察を建ずるのが例となり、これが幕末まで続いた。安永9年、1780年暴風雨によって、社殿が著しく破損するも、天明7年、1787年に、官主、二見氏が再建、この社殿が昭和初期まで至っている。1873年、明治6年に、 豪車へ、列格、1932年、昭和7年には、県車に昇格した。現在の社殿は、県車昇格の内示を受けて、新築着工したものであるが、第二次世界大戦や、終戦後の近代社格制度廃止などの響きにより、19年後の1951年、昭和26年に完成を見ている。2011年、 平成23年9月21日の台風15号により、境内の夫婦杉のうち1本が倒れ、かぐら殿の屋根が壊れるなど被害が出ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。